週佐賀のものづくりのすごさをご紹介する佐賀ものすご。今回は唐津市にある九州パッケージ工業株式会社をご紹介します。ここではこれ発泡スチロールの箱を作っているということなんですが、どうやって作ってるんでしょうか。レッツゴー。創業42年の歴史を持つ九州パッケージ工業株式会社。日本にまだ発泡スチロールが根付いていない1970年代から鮮魚や農業用の箱を製造。独自の技術力で日本の食の流通を支えるものすごい会社なんです。ものすごい。にゃはー。はい、こんにちは。うわー、いろんな箱がありますね。はい、こちらがうちで作っている発泡スチロールになってます。唐津周辺で水揚げされた魚ですね、こちらを各地に送るための魚箱、あとはアスパラガスとか、ネギとかですね、こちらをまた各地に送るための農産箱、そしてあとギフトに使われる、加工箱というのがあります。なるほど。でもこのアスパラガスの箱って中の形が複雑ですね。はい、これはですね、中に入った冷気を対流させるためにこういうボコボコとかですね、溝がついてます。この、可動式の蓋はですね、アスパラガスの穂が傷つかないように発泡スチロールが動くことで軽く押さえるようになってます。へー、そんな工夫がしてあるんですね。ところでこの発泡スチロールって何からできてるんですか。はい、原料はこれです。これが発泡スチロールの原料の発泡のビーズになります。大きさがだいたいですね 0.3 ミリから 0.1 ミリないぐらいですね。嘘、こんな小さな粒からできてるんですか。すごい。さあ、工場の中にやってきましたよ。ここではどんな作業をしているんですか。ここでは一次発泡という作業を行っています。発泡ビーズをこの圧力容器の中に投入し、熱して膨らませます。気温と湿度によって若干ですね、ビーズが変化するという特性を持っていますので、その辺の微調整が大変難しくなっております。思い通りに膨らませることは難しいですか。はい、教育を受けて1ヶ月2ヶ月経ちますが、まだ難しい部分があるので、早く先輩の人たちみたいに頑張りたいと思います。ということで、次回はこの膨らんだビーズがどうやって発泡スチロールに変身するのかを紹介します。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりのすごさをご紹介する佐賀ものすご。今回は九州パッケージ工業にお邪魔してるんですが、この小さな粒からどうやって発泡スチロールができるのでしょうか。このプラスチックの小さな粒を膨らませた後はどうするんですか。こちらの機械で発泡スチロールを作ります。原料を投入して、蒸気、水、それから真空工程を行って、型内の発泡スチロールを作り上げます。どんなところが難しいですか。熟成時間の変動によって製品が変わるので、その調整が難しいです。ここでは女性の皆さんが作業してますね。これは何をしてるんですか。こちらは印刷工程になっております。使用しているインクは、口に入ってもですね、大丈夫なインクになっております。この作業で気をつけているのはどんな点ですか。はい、これは印刷する方向が決まっているので、そこを間違えないようにすることと、印刷がずれないようにまっすぐ流すことを心がけてます。へー。今日はせっかく来てくれたのでプレゼントを用意してるんですよ。え、プレゼントですか。なんだろう。わー、これです。ものすごって書かれてる。わー、シシエ。見てください、この高さ。全部発泡スチロールですよ。どうやって積むんですか。その答えはこちらです。え、どれ。えすごい、発
ついで積んでいるんですね。うわ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 、違う、おお、いや、うわ、できた。私でもできるくらい意外と軽いんですね。 98% が空気なんで。おお、軽くて丈夫な発泡スチロール、まさに魔法の箱ですね。これからも皆さんのためにいい製品を作り続けるぞ。おということで、今回は唐津市にある九州パッケージ工業株式会社からお送りしました。次回は有田町にある株式会社セイブにお邪魔しますよ。お楽しみに。